て、なんかさ、目近すぎないこれ。ジラって目離れてんだな。このお豆買ったらね、あのついてきた。このお豆食べれんのかな。ジラ落花生しか食べたことないから、こういうお豆食べたことない。セブンイレブンでね、安かったの。よいしょ、見てお豆、節分って書いてるから鬼打ち豆だって。これ鬼ワーストする豆だ。じゃあ食べられないのか。え、食べれないもの投げんの。なんかさ、北海道なだからか知らないけどさ、リラの地方はさ、落花生を投げるんだよね。こういうさ、ちっちゃい豆じゃなくって、あの落花生豆投げるの。こんばんよいじゃん、こんばんは、皆さんこんばんは。ひなちゃん可愛くなった。今ひたびたびクイズよ。めっちゃ可愛いな。おい、これが可愛いのか。失礼にも程があるぞ。見えないんだよね。お豆美味しくないよって書いてある。お豆美味しくないのこれ。ほらこれ見て、お兄さんおっかい。ほらお兄さんだよ。お兄ちゃん見て、お兄さんおっかい、おっかいよ、おっかいおっかい。食べれないもの置いてないか。わあ、落花生だ。一回さ、落花生いっぱいありがとう。そう、落花生投げるの。鬼は外、鬼は外、福は内、鬼は外。じゃあ知ってる、今日節分って言ってね、鬼は外、福は内ってする日なんだよ。なんか年の数だっけさ、落花生でさっき豆まきました。ほら北海道で落花生だよね。そうなのよ、うちも落花生投げたかな、ルリンちゃん。そう、みんな豆まきした。リラはしてないんだけど。え、鬼気に入っちゃってる。めっちゃいい海さん、ピーナッツ投げてくれてる。でもそれ大豆北海道産だよね。うん、北海道産って書いてる。でも大豆って、これ本当だ、炙り大豆。豆腐で作れんかな。え、絶対美味しくないね。こんばんは、こんばんは。じゃあ鬼は外してこっか。ここにちょっと立てられないかな。鬼は外しない。お腹すいたから出ない。恵方巻き食べる。あ、いいじゃんいいじゃん。恵方巻きだけ食べた。いいね。スーパーに落花生しか売ってなかったよ。やっぱ落花生だよね、北海道は。みんなはお豆まくんだろうけど、そう、落花生を投げるんですよ。今日はね、恵方巻きね、いっぱい売ってたんだけどね、このちょっと小さめな、これぐらいの太さでこれぐらいの短さの、この3色食べ比べ中巻き恵方巻きっていうのを買ってきました。ポニテリアン好きです。ただ髪の毛を後ろにね縛っただけだけど、ありがとう。なんかネギトロとアナゴとカニサラダが入ってるらしいから、これをホクホク菜、ホクホク菜、あのね、調べたんよ、ホクホク菜らしいんだけど、リラの家だったらね、ちょうどね、ここがね、ホクホク菜なの。そう、だからこっちに向かって無言で食べればいいんだよね。ホクホク製か。こんばんは、こんばんは。このさ、恵方巻き食べてる時のさ、なんか決まりってあったっけ。黙食するのと、なんか願い事みたいなやつさ言うんだっけ。これさ、ネギトロとかをさ、お醤油かけなきゃいけないじゃん。黙食できなくない。逆立ち食べれないよ。何食べようかな。ちゃんと食べきれる量を買いなさいよってママに言われたから、食べきれる量にしました。これ3つはさすがに食べれないか。いや、いけるよね。やめて、もう始まってた。そう、あ、そっか、10時からって言ったから、9時からって言ったから9時ぐらいに食べよう。もうちょっと我慢しとくわ。
そう、ちょっとお腹すきすぎて早めに始めちゃった。まだ9時にもなってない。お腹すいた。今日朝から何も食べてなくてさ、腹減り、腹減りだよ。ネイルは今日もお腹すいた。ゆーちゃんはショールーム終わったらご飯あげるから、もうちょっと待ってて。もう食べたよ。もう食べた？食べちゃえ。ねえ、お腹すいた。こっちもカステラの恵方巻き、え、おいしそう。なんかさ、いっぱいいろんな恵方巻きあった。あの団子とかロールケーキとか。恵方巻きって言えば何でもいいんだな。ねえ、興奮してるの？カミカミしないで。落ち着いて。はい、落ち着いて。はい、落ち着いて。はい、ちゅ。はい、どうも。ラーさんもホクホク製にワンチュール。ワンチュールはね、リラあげないって決めてるの。すっごい美味しいらしくてね。ダメらしい。他のもの食べなくなるんだって。ワンチュールはリラあげません。残念。その代わり違うやつあげるからね。犬にもやっぱ美味しい美味しくないとか分かるんだね。ラーさんに今日も癒される。癒されて。ちょっと暴れすぎだけどね、こんな暴れ犬。ちょっとどうしちゃった？落ち着いてごらんなさい。ほら、あれ、ほら、ラーちゃんの好きなハリネズミさん、こうやって遊んであげるから暴れちゃうの。あ、9時になった。食べてもいい？お腹すいた。もう食べていい？ちょっとさ、何分、はいはい、何分間で食べなきゃいけないとかないよね。ならリラ、醤油つけなくてもいいやつ食べよう。カニサラダだったら。ねえ、音、これを無言で食べるわ。一本だけ無言で食べて。待て、おい、待ってってされた。リラは犬やないぞ。これ一本だけ無言、え、一個無言で食べたらさ、その他食べ、喋りながら食べても怒られないよね。誰に怒られるんだ。カニサラダにしよう。アナゴってお醤油つけるかな。つけないか。アナゴにはさ、じゃあアナゴにしようかな。ネギトロも醤油、まあいらないっちゃいらないけど。食べたいのは、でも一番好きなのを最後に食べるタイプだから、俺ら。カニサラダ、アナゴ、ネギトロだな。カニサラダから食べる。りゃーちゃん、今からね、ママはね、あの、北西を見てね、無言でご飯食べなきゃいけないの。だから、りゃーちゃん静かにして。いい？わかった。喋っちゃダメなんだよ。じゃあ、これから、恵方巻きを食べたいと思います。ママ？そう、リラはルアちゃんのママだからね。ルアちゃんにはママって言ってるんだよ。ね、ママだよ。で、リラのママのことは、あの、おばあちゃん。ルリン、妹のことはおばさんって教えてるの。リラの子供だからね、ルアちゃんは。じゃあママご飯食べるからね。よし、それでは食べようと思います。こちらを見て。いや、ちょっと静かにしてて。これぐらいならさ、もういけるよね。え、あれ、もしかしてさ、これお口から離しちゃダメとかある？こうやって食べててさ、こうやって離したらダメ？一口で食べなきゃいけないんだっけ？いっかな、でも怒られないもんね。あ、大丈夫。姉ちゃん笑わせるなら今か。リアちゃん笑わないよ。え、大丈夫だよね。このまま黙々と一口食べなきゃいけないとかないよね。そしたら死んじゃうよね。普通に考えて喉詰まらせるよね。あー、お腹すいた。一口は無理やろ。だよね。わかった。こっちを見て。それではいただきたいと思います。しっかりホクホク性を見て。
で食べれるから3分かした。いきます、いただきます。ごちそうさまでした。美味しかった。いい感じ。ちゃんと食べれた。危ない、ルーがワンチ。美味しかった。喉詰まるかと思った。初めてのさ、今日初めてのご飯だからさ、めっちゃシュールだった。だよね。初めてだからね、からさ、この喉がさ狭くって飲み込むの大変だった。立派でした。美味しかった。ちゃんと節分を満喫しました。あとね、今日はね、最近ね、明太子にハマってて、リラ見て見て、いた。おい、なんで噛んだの。痛い。見て、明太子パス、スパゲッティサラダを買ってきたの。明太子にハマっててさ、食べられない今は。セブンとかの明太、高菜明太とか、明太明太マヨとか、明太子ねえじゃ流行ってない。うさ、そうなの。うさいよ。確かにユッキーもなんだか明太で、もともとからし明太子のおにぎりが大好きでね、で高菜明太とかも好きだったんだけど、コンビニのおにぎりをね、リラあんまり好きじゃなくって、最近だからそのちょっと食べてなかったんだけど、久しぶりに高菜明太とかを食べたらめっちゃ美味しくって、それからずっとハマってる。今明太子ブーム。母さん食べたい？母ちゃんのご飯用意してきてあげたらよかったね。噛まないよ。これママが送ってくれたおもちゃ。ああ、遊んでて。うん。おいしい。
こって美味しいよね。明太子食べれない。嘘、なんで？意外と辛くないよ。たらこも食べれない？じゃあもしかして。たらことか明太子って美味しいんだよな。スパゲッティサラダってどうやって作るんだろう。ディラもうお腹いっぱい。そう、お腹いっぱいになりそうだって。本当にお腹いっぱい。辛いもの好きだよ。タラコも食べれない。あ、そっか、じゃあつぶつぶ系が嫌いなのね。今気づいた。やっぽー、はじめまして。正直ですね。愛犬ちゃん可愛いですね。やったね、ロイちゃん可愛いだとさ。こんな暴れ犬なのに褒めてくれたよ、ありがとね。あ、妹から出た出た、お腹いっぱいって言ってって。ショールーム見てる妹。あと2本あるのに。本当にどうしようどうしよう。でもスパゲッティのサラダは多分明日も食べれるから。いや、恵方巻きも明日食べれるから。でもね、聞いて。なんかさ、サラ、あのナンみたいなのにくるまさってるさ、サラダわかる？サラダ巻きみたいな、ナンみたいなのにくるまさってて、あのキャベツとか野菜がいっぱい入ってて、お肉とか照り焼きだったんだけど、それ、え、わかる？なんていうの、手と手じゃじゃじゃ、なんだっけ、なんだっけ。ああいうのもさ、美味しそうと思って明日食べようと思って買ってんだよ。これ食べきれなかったらそれも食べなきゃいけないでしょ。レアちゃん明日、あれさ、食べ物ありすぎて今日食べないと。ちょっとはりんちゃんからも叱って。朝から食べてないのお腹いっぱいなの、早すぎ。絶対ね、朝から食べてなかったのがね原因だと思った。今うるさいだよ。原因だと思った。朝から食べてないからね。え、うるちゃい、食べたいね。うん、チューしてた。はい、どうも。でもね、いけるいける。リラって知ってる。ぶな、大丈夫？ついてない？リラってさ、意外とゆっくり食べたら食べられるよ、もの。すぐお腹すくからね。見てて、リラ今日これを全部完食してみんなにすごいねって言ってもらうの。リラちゃん食べれるね。だから頑張って食べます。なんか最近さ、半身浴するのにハマっててね、結構毎日毎日半身浴してる。こんばんは、こんばんは。そう、なんか半身浴しながらお風呂で歌うのが結構ハマって、あの趣味ではないけど、結構お風呂の中で歌うことが多いね。だから半身浴しながら歌ったり、あとはゲームしたりしてる。お風呂ってさ、よくない？一番さ、なんかリラックスできる。一番好き。お風呂か布団の中が一番好き。電話は？電話？電話はしない。あ、でもママと電話しててお風呂入った時はたまに電話する時あるけど、基本お風呂入る時切るから電話はしない。うん、ひんひん。リアね、牡蠣を食べてみたいと思って。レイニャンとかさ、牡蠣好きじゃん。え、これめっちゃ美味しいわ。牡蠣好きじゃん。で、牡蠣食べて美味しそうだなと思って、で、リラ牡蠣に挑戦してみたいと思ってね。なんかお店とかでさ、牡蠣が入ってるさ食べ物あるじゃん。今度食べてみようと思って。どう？みんな牡蠣食べれる？
美味しいのかな。なんかお腹をさ壊すみたいな、崩す、お腹痛くなるみたいなお話あるじゃん。それが怖くて食べられなくって。まずは生牡蠣じゃなくてさ、あのフライとか茹でた温めたものにしから始めてみようと思うんだけど、ママに聞いたら、ママは好きだけどあんた食感が無理かもしれないって言われて。牡蠣フライの牡蠣、そうだ、牡蠣もあるよね。北海道行った時牡蠣雑炊とか食べてましたよ。美味しそう、牡蠣雑炊。牡蠣は牡蠣フライしか食べれない。牡蠣フライ美味しいなね。え、食感ってさ何に似てる？アサリとかでも種類ぞつけだよね。アサリの、アサリとかシジミとかのでかくなっちゃったバーンみたいな。味噌汁美味しそう。プニって感じ。プニか。なんかリラ、ナス食べれないんだけどさ、ナスと食感似てんのかな。リラ、ナスのさ、味はナスあんまりないじゃん。あんのかな。ね、食感がダメで、なんかねちょってした、なんかそう、あれが嫌なんだよね。牡蠣の炊き込みご飯とか美味しい。美味しそう。美味しそうよね。だった、美味しそう。いいね、牡蠣の炊き込みご飯っていいね。サラダ食べたら寒くなってきたんだけど、意外とみんな牡蠣食べれるのか。じゃあリラも食べれそう。食べてみよう。今度食べたら感想言うね。食べれたか食べれなかったか。でももしお腹痛くなったら心配だから次の日休みの日に食べてね。確かにそうだよね。 生じゃなくてもお腹壊すんかな。生牡蠣も美味しいと思いますが、リラちゃんナス苦手なら食感嫌かもですね。あ、そうなんだ。なんかさ、この前ね、うどんに牡蠣が入ったうどん、温かいうどんに牡蠣が入ったね、うどん屋さんにあって、そう、それをね食べてみようかなと思って。なんかオイスターバーとかもあるけど、そういうとこじゃなくて、どうなんだろう。うどんとかさ、お蕎麦とかに牡蠣が乗ってるのもあるよね。何しにあっち行った今。一応食べれる。フライがいいかな。フライの方が自分お腹が痛くなる。難しい。にゃん絶対美味しいとよく知ってそう。確かに。でもにゃん知ってるの生牡蠣っぽそう。生牡蠣のお店とか多そうじゃない。生牡蠣はちょっと怖いんだよね。まだにゃんにも聞いてみよう。片栗粉作ってバター炒め美味しそうだね。やっぱさ、海鮮とかのさバター炒めって美味しいよね。わあ、ホタテ食べたい。リラ、ホタテ好きなのよね。新鮮な牡蠣渡りにくい。ああ、難しい。でも牡蠣って生と調理の差がそんなにない気がする。あ、そうなんだ。茹でるだけだからあんまり変わんない。火取ったら違うのかなとか思ってたけど、そんなに変わらないって。
喋りながら食べてたらもうないよこれ。ホタテのバター醤油焼きとか、うわー最高、食べたーい。うわー、ホタテのバター醤油焼きってめっちゃ食べたい。そう、バターってさ、罪よね。悪魔の食べ物だと思う。どうしたの？食べた。お腹いっぱい。美味しかった。嫌いなかぶり物だよ。やっぱどさんこならバター醤油とか好きですよね。おー大好き。結局リアちゃんはサーモンいくら食べてそう。サーモンとイクラはさ、やっぱではね、これかぶるの嫌いなの。これで遊ぶのはめっちゃ好きなんだけど、こうやってかぶせられるの好きじゃない。逃げるんだ。おいで。なんでそっち行っちゃうの？おいで。これで遊ぼう。おいで。めっちゃ来た。でもビビって。おいで。ちょっと来て。ちょっといる。これね、ダイソーで被ってほしいなと思ってルアに買ったのよ。でもね、ルアにはでかすぎて。マジ変な子みたいな。大きすぎるの、ルアちゃんには。じゃがバタ食べたい。あ、いいね。さっきまで来てたのに警戒モード。そう、これをかぶせようとすると警戒モードに入ります。うちの子取れるかな。あ、投げた。いいね。よくさ、今はなかなか屋台とかさ、夏とかもお祭りとかあんまやってないけど、お祭り出てるジャガバターめっちゃ好き。あれだけでお腹いっぱいになっちゃうからさ、一人じゃ食べれないけど、あのバター乗せ放題で明太子とバター乗せて食べたのがめっちゃ美味しくって、あー食べたい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 。いや、ジャガイモあんま好きじゃないんだけどさ、あの北海道なんだけど、北海道出身だけどジャガイモにはあんま好きじゃなくて、ポテトとかは大好きなんだけど、シチューとかカレーとかにジャガイモ入っててもいらないって感じ。ルア君、俺だ。あ、ルア、ほら、ルアのこと好きな子が来てくれたよ。でもちょっと顔ちっちゃくなっちゃったんだって。カットちっぱいしちゃったんだって。もうちょっと可愛くなって戻ってくるからねって。ほら、あっち向いてごらん、あっち向いて。そうそう、なんかなんでここさ涙なの？落ちちゃったね、これ。はい、いいよ。皆さん、アイドル系になるにはそういうのを覚えないと。どういうの？あ、かぶり物？カット失敗しても可愛いだって。痛い？シチュー、カレーにジャガイモ入れる派。リラ入れないんよ。わっ！中山峠のジャガイモ食べたことあるよ、リラ、多分。え、あるよね、多分。あるある。美味しかった気がする。なんか有名だよね。なっちゃん、カミカミしないよ、痛い。ペロペロにして。いやいや、カミカミや、カミカミや。カミカミしてます。カミカミしたくて仕方ないね、ルアちゃん。ね、ママがね、買ってきてくれたお洋服はぴったりでね、着れるんだよね、ルアさん。今ちょっとお洗濯に入れちゃったけど。ねえ、ルア。やっぱね、ぴったりなお洋服だとね、あれ、あれよ、あの、脱がない。ちょっと大きいとね、脱ごうとしちゃうんだよね。なんかね、ルアにね、かわいいね。ちょっと見てほしい。
て見て、ルアにね、こんな可愛いね、あのお散歩のさ、紐痛いねえ、痛い、こんなさ、お散歩のやつをね、買ってあげたのよ。でもルアには大きくて、悲しい、クマついてんのにさ、これ買ってあげたんだけど、でかくってさ、なんかルアにはまだダメだった。一番ちっちゃいサイズを買ったんだけどね、ダメだった。これで一番小さくしているはずなんだけど、悲しすぎる。ハーネス、そうそう、可愛くない？めっちゃ可愛くてさ、これめっちゃ可愛いと思って買ったのにね、ブカブカだったのね。えもうちょっと多分大きくなると思うから、つけれるかな。今毛がさないからなのもあんのかな。可愛すぎるでしょ。ここにさ、クマさんのさ王冠もついてんだよ。可愛いと思って買っちゃったんだけどさ、ダメだった。また新しい可愛いの買わないと。一応なんかあるはあるんだけど、いつも使ってるやつが。でもそれはとりあえず急いで買ったやつだから、あんまり可愛くなくて。可愛いの買ってあげるからね。難しいね、大きさ。可愛いっしょ、ルア。もうちょっと大きくなったらこれつけれるよ。クマつけてほしい。でルアにね、今クマのさ、なんか着ぐるみみたいなの着せたくて。でもでかくて、お洋服もなかなかね着られないね。着られるの少ないよね。てかさ、爪長くない？切ってもらったよね。犬ってこんなに爪長かったっけ？ラーさんとペアルックとかもできるといいね。ね、ペアルックとかもあるよね、よく。いや、ダメね。遊んでもいい。これでダメ。こっちで遊んで。それはダメ。これはダメ。ルアといつかペアルックしたいな。ラーさん興味津々やね。ね。あんまり見、あれさっき見せてないから。これね、チョコレートの匂いするの。あ、わかんないか。めっちゃチョコレートの匂いするの。ルアがこれで遊んでるとチョコレートの匂いが充満するんだよね。でもだいぶなくなってきた、開けた当初よりかは。これ好きなんだ。最近ね、あのお座りと、あとお手もできるようになったのよ。ただね、なんかおやつとかご飯あげるときにやるから、たまたまなのか本当はできないのか、できんのかわかんないんだけど、でもできるようになってね、お座り。でも最近待てがね、この子待てなくなってきちゃったよね。いつも怒られて、まだでしょ、待てでしょって言われてお手するとさ、お座り忘れて待ても忘れちゃうのよ。おバカなんだから、これから覚えていこうね。すごいでしょ、ママにお手できるようになったんだよって。でもまだお手教えてからね、そんなに日にち経ってないんだけど、覚えたみたい。おいおい、誰だ、飼い主より賢いって。何なんと、飼い主は賢かったよ、若い時は。ラーちゃん、プリントのトレーナーとか作成できたら可愛いですのに。確かに、ラーちゃんのプリントされたトレーナーだったらママ毎日着ちゃうよ。可愛いでしょって見せびらかして。アルフは違う、これこれ、暴れてるよ。ラー、暴れてる、落ちるよ。どうした、うわーじゃん、めっちゃジャンプするじゃん。
気持ちいいよ。セタングッズデザイン、あールアちゃんかわいいね。ちょっと頑張ってそれまでにカットを可愛くしてもらって、おねもりなちゃんにお手できるように練習しておこう。ワン頑張って。ちらやっほー、ありがとう、来てくれた。ルアさんグッズ販売すると即完売しそう。本当完売してくれるなら作れるよ。ね、ルアちゃん、みんなルアちゃん大好きだからね。ちょっと待って、みんなルアちゃん大好きだから、クリスタみんなルアさんとフェアルック T シャツセーターって頼む。痛い痛い、完売値ランダム20種多すぎ、20種わあ、ごめん、あっち見て、なんかさ、ここさ涙で濡れるようになったの、なんか模様みたいでダサいよそれね。さっきフキフキしたんだけどね、お顔ね、みんなに見、みんなにね、みんなに顔を見せるかなと思ってお顔きれいにしたのにね。ね、ドリン、ルアさんも赤ちゃんの推しから来たの。みんな可愛いって言ってる。エイジアイドルのワンコ集めてる犬カフェモードですか。強いそれ。ねえルアちゃん、強いねそれは。みんなに可愛がってもらえるよ。見ていて微笑ましいです。微笑ましいとよ。いた、いたよ。ちょ、あいだ、ルアちゃんです、みんなルアだよって。違う違う、あっちあっち違う、鏡、鏡じゃない、テレビ、テレビじゃない、なんだっけ、携帯。お腹いっぱいになっちゃったよ。ワンコに乗ってニャンユズミよ。そうだね、プーちゃんとチェリーちゃんとヤマト、ヤマトだっけ、ヤマトとルアちゃん、みんな実家とかにいるのかな。メイちゃんとかわかんないけど、いなさそうか。ヤマトチュ、アイドルの方が地味に面白い。チュって言ったらね、ペロってしてくれる、アイドルっていつも言う。確かにネージュだけでさ4人ワンワンいるんだね。やったね、るみんなと仲良くなりたいね。なかなか難しいね、京都にも行かなきゃ。ルアちゃん一番年下だよ。ねえ、お兄さんお姉さんの紛れてあなた悪い子しないでちゃんといい子できるの？やあやあ、もういいっしょ、もういい。ついこれね。昨日はメンバーにパピオいたよね。あ、いた。え、パピオ、ほんとに昨日のさついてる声のさ写真見た？みんな集合写真、ママが笑ってた、ユキの髪の毛がすごいって。あれ似合うのユキぐらいしかいないよね。かわいいねあれ。いや、顔がかわいいから成り立ってる話じゃんって。かわいいってすごいなって思いながら、あれでさ、かっこいい曲やってんのさ、どうだった？みんな見てた人さ、痛い！
ちょっと痛い。噛まないで。マジで池袋にそんな JK、 本当に JK だった。もうザ JK だったよ。すごいな、全然いけるやん JK。 顔がいいと何でも許されるのずるいわ。本当によ、顔可愛かったからさ。リラがあれやったらただのおバカみたいなんで面白かったな。でも似合ってるところがすごい、本当に。それがリラは似合わないな。ねね、痛いって。痛い。あの髪型で先生役やってたのか違った。確かに確かに司会者だったからね。痛いってば。痛いのやめて。これならいいよ。髪そう、昨日の学力テストも運がよくみおちゃんとなって、運がよく勝てましたけど、ほんとかすみちゃん強いよね。かすみちゃんはね、ほんと頭いいんだよね。めいちゃんも頭いいけど、頭真面目、いろんなこと知ってるから。リラはさ、たまたまさ、フラスコが分かっ、フラスコのさ写真が出てさ、これは何でしょうっていう問題もあったんだけどね。フラスコが分かったのはさ、クイズ番組とかを結構見ることが多くって、あのクイズ番組とかでそういうの出るよ。そうだからね、覚えてたんだけど、見てなかったら分かんない。あれ何あの実験道具って感じね。ダラちゃん、でも三角フラスコが正解だったらしいから、ちゃんと三角フラスコで覚えたよ。あとなんだっけ、俳句、あー違う、なんだ、松島や、あー松島や、松島やみたいなやつも覚えた。でも誰の作品か忘れちゃった。誰だっけ、なんか難しい名前だったんだよね。あ、松尾芭蕉か、松尾芭蕉ね。あ、牛タンや宮城県なの。そう、宮城県の俳句なんだよね。そうだから、宮城県って言ったらさ、仙台でしょ。え、そうだから牛タンじゃんって思って覚えた。そう覚えたの、宮城県の牛タンのところの松尾芭蕉さんが松島屋、あ松島屋、松島屋、覚えました。頭いいでしょ。松尾芭蕉読めるリラさん。芭蕉ね、読めないんだけど、松尾って出ると松尾芭蕉しかリラ知らないから、覚えてた。海川とダメ、海川と言っちゃダメよ。リラが間違えたやつ、牛タンで覚えたんですね。そう、牛タンで覚えた。ピタン大好きだから。実際には松尾芭蕉ではないって説もある。あ、そうなんだ。じゃあ松尾芭蕉さんじゃないって説もあるのに、松尾芭蕉さんってすごいね。嘘じゃん。本当は誰なんだろうね。その人は俺の手柄がってなってるかもしれない。ねえルちゃん、俺が考えたのに。ね。ねえ、仙台遠征も行きたいね。松尾と言ったらジンギスカンじゃないんですか。確かにジンギスカンもありますね。確かに、いやジンギスカン食べたい。あのジンギスカンのタレがさ好きすぎて、卵とかソーセージとかをくしゃくしゃってスクランブルエッグとかにして、お肉とかも入れたりとか野菜とか入れたりして、ジンギスカンのタレかけるのがね大好きなの。いや食がさパパと似てるからね、パパもそれが好きで、パパも食べて
これはすごい美味しいって思った。超簡単な、なんかご飯と言えるものではないんだけど、まあ食べれればご飯か。タバラボ、いったねえ。今日は噛みすぎじゃない？ちょっと後からお叱りを受けるんじゃないの、あなた。痛いよ。タバラボーって人とも言われてる。そうなんだ。タバラボー調べよう後で。痛いんだよ君は。もうさ、耳詰まりみたいになってるからね。場所を書くのは難しいね。難しい場所。バイリラもお腹いっぱいなんだけど、あとで食べよう。あ、でもアナゴさん食べたい。アナゴ食べていい？お話しながら食べるから。羊ヶ丘展望会、展望台で放牧されてる羊を見ながらビールとジンギスカン食べるの、なんかそれあれだけど、でも確かに美味しそう。羊を見ながらジンギスカン食べるのはやったことないな。え、これ硬いけど大丈夫？やっぱアナゴって醤油いらないのかな。痛い痛い。ほら、黙りんしゃい。映ってるよ、俺は。これいい角度で映ってるよ。関東だと千葉のマザ牧場でも同じことできるよ。ねえ、そうなんだ。千葉じゃなくて千葉か。お餅になっちゃう。千葉、千葉だって。うるさい。日本の系は喋らないで食べないと。最初、一番最初にね、無言で食べたからもう無言じゃなくていいってことになったの。もうね、恵方巻きじゃないの、これ海苔巻き。もう海苔巻きに変換されました。りあちゃん可愛いだって。こんなにわちゃ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 うるさいのに。キュッ、キュッ、キュッ、痛っ。あんだ、みんなの今日の夜ご飯は恵方巻き。やっぱりめっちゃ痛いねえ、ほんとに痛い。なんかさ、爪切ってもらったのに長くない？許せない。もうちょっとなんかさ、切ってって言ったよね、短めに。でもこれが超普通なのかな。でもさ、こんな引っかかれて傷ができるってさ、どういう思う？もうちょっと短くてもいいよね、じゃあ爪。うるさい。激しいスキンシップ。もうね、興奮するとこうなのよね。うん、なんかぶら下がるものとか手とか大好きだからね。動くものが好き。足も好きなの。基本ずっと手か足を舐めてる。そう、今カミカミしたい年頃なんだよね。一応さ、歯かゆくなってもいいようなさ、かゆい時に噛めるようなものとかも用意してるんだけどね。短すぎると滑るから短すぎもあかん。何がな、何の話してたっけ。ああ、爪か。そうなんだ。でもさ、引っかかれてさ、耳づわりみたいなのがさできてもさ、それは普通ってことか。めっちゃ伸びる前までそんなに痛くなかったはずなんだけどな。もらってきた時結構ね、線とね、ひび割れみたいなのができるんだよね。
ニコに引っかかれたらずっと残ってるよ。じゃあ普通なのか。じゃあ我慢するね。結構痛いんだよね。こうやってさ、カキカキカキって足とかにさしてきてくれるんだけど、ね、トリマーさんに爪切ってもらった方がいいかと切ってもらったんだよ。この前さ、おケーキカットした時にね、爪がその前にも切ってもらって病院で、でも長かったからちょっとまだ長いと思うんで切ってもらっていいですかって言って頼んだんだけど変わんなかったから、もしかしたらこれが普通なのかも。爪が地面に当たって音が鳴らないくらいの長さがちょうどよさ。ああ、じゃあ鳴らないね。ね、なんかカキカキしないときは鳴らない、いない限りならないからちょうどいいのかも。あなたって食べ物に執着ないよね。ラーちゃんってさ、食べ物をさ落としても食べないんだよね。今も手に夢中でさ、卵落ちちゃったのに食べなかった。危ない本当に。お上品なワンちゃん、お上品なのか。でも今落としたところは舐めて、やめて。な、やめて。やだ。美味しかった。ネギトロは後で食べようと思います。なちゃんもうちょっとでね、みんなとバイバイのお時間なんだよ。似てるね。あ、みーさんのワンちゃん、こぐまちゃんかわいいよね。何似てるの。ルアさんとバイバイしたくないな。おい、リナとはバイバイしていいの。みんなルアが見たいな。みんなに可愛いお顔して。ウィンク、ウィンクはできないよね。ヤーちゃんまた明日。うわーひどーい。ラーちゃんツインテールみたいじゃない、ここのさ、シップ、あのシップじゃない、耳のところ、頭がぺっちゃんこすぎてね。あなた顔可愛いからいいけどね、なんか落ち武者、落ち武者みたい。落ち武者だ、落ち武者だね。落ち武者ってさ、ここさなんかペタンってしてるよね。ルーちゃん落ち武者みたい。やだ、変なの。リアちゃん、リアタンかけるルーちゃんがいいんだよ。わー優しい、やったね。おじむしゃってさ、あれだよね、こんな感じだよね、ルアみたいな頭してるよね。え、あの、違うかな、リナが思ってるおじむしゃと。あれ、おじむしゃじゃないのかな。
落ち武者は悪口。うん、落ち武者にしか見えなくなってきた。やだ、落ち武者じゃん。やだ、落ち武者になっちゃったの。かわいい。一応落ち武者調べてみ。めっちゃそっくりじゃない。いや顔はね違う、可愛いよ。顔はねめっちゃ可愛いんだけどね。髪髪髪。頭の形。痛い、怒んないで、ごめんって、ごめんごめん。かわいいよ。嘘嘘、落ち武者なんか似てないよ、やつ。イケメン。なんてかわいいの、この世界一かわいい子いないよ。かわいい、ロンちゃんが一番かわいいからね。来ないね。世界一かわいい落ち武者。もう面白い。ふとさ、ルアをペッて見たりするとさ、あんか変だなと思ってめっちゃ大爆笑しちゃう。帰ってきた時とかもさ、なんかついてるみたいなと思ってさ、首かしげてこうやって待ってるからさ、なんかおもろいって言っていつも大爆笑してる。寝るわ、なちゃん怒っちゃった。来ないね。次はかっこよくしてもらおうね、もっとね。ね、リラの言い方が悪かったね。次から気をつけるから許して。あ、面白かった。みんなありがとね。こんなダラダラ配信で申し訳ないけど、でもね、なんかゆっくりさ、みんなとさ、ショールームとか最近してなかったからね。なるべく1週間に1回できるように組み抜けたできればいいなと思います。グループでさ、ショールーム配信とかさ、リレー配信とかになるとさ、結構かしこばったり、まあリラあんまかしこばないけど、そういう時が多いからさ、のんびりと。ルアさん、ルアさん成長記録配信的な1週間でどれだけ毛が伸びるのかみたいな。やんやん。ネイルはまだね、お散歩とか行けてないから、まだ行けないね。来週あたりから出れるのかな、外に。ね、やだ、なんかさ、ルアーの足を外に出したくない。うん、綺麗な足だからね。え、あ、外で怪我しちゃうと嫌やね。汚いから、お外。こんな感じでリアちゃんが楽しそうにするのを見れるのが嬉しいのよ。本当？リアさん配信トークは好評、 ありがとうございますね。リアちゃんのゆる配信好き。本当？じゃあこれからもゆるゆるします。皆さんどれだけ大きくなるの？そんなには大きくならないはず。タイニープードルぐらいかな。でもタイニープ2キロいかないぐらいっていう噂、ペットショップの方からのお声が。2キロいくかいかないかとかって言ってた。まだね、1キロもなくって、今はまだ700ちょっと、800ないぐらい、もうちょっとで800かなって感じね。ちょっとずつ大きくなってんだよね。なんか背も伸びた気がするのね。なんか大きくなった気がするよね。やーめーよ。飼い猫より軽いぐらい。あ、そうなの。小さい可愛い金魚も気づけばみたいなことになったら面白いけど。ならないよ。この子はね、お母さんとお父さんもすごく小さいからね、多分そんなに大きくならないと思いますね。どれくらいになるか楽しみなんだ。よし、そろそろ終わろうかしら。
この後はまだ設定してないんだけど、何分配信するか決めてなかったから、チェキチャをしようと思います。ここにここでやるからルアさんも映り込むと思われます。基本ね、痛いって、ブー、怒ってる、痛いの。こっちとかをカミカミして、いつもカミカミしてるやつ持っといてよ。じゃあねえ、これにしなさい。飼い主に似るからおチビだね。あれ、それは飼い主がおチビということかな。まあそうですね基本的ちゃんほぼ映り込む。そうなんよ、あのリラがいる膝の上に基本ルアがいるから、そうだからね、基本ルアが映り込んでいます。あ、恵方巻き残ってるから恵方巻きチキチャにしよう。恵方巻きとこの鬼のお面もあるから節分チキチャにしようと思います。ルアさんもそばにいますので、文字打つと下映らないけどアーカイブは映ってる。やっぱ映ってるよね、たまに吠えたりするからごめんね。こんばんは。やっぱもう終わっちゃうんだけどね。うわ、いい子だ。じゃあちょっと告知だけさせていただこうかしら。あさっての2月5日はリラとレイニャンとかすみちゃん3人でポット公演を行います。この日はなんとポット3人からの大切なお知らせも、重大発表、夏のお知らせ、重大発表みたいな感じのお知らせもありますので、ぜひ皆さん直接聞きに来てください。もうね、ここにいる方みんなポット公演のチケット持ってますか？3人でさ、ライブするっていうことがさ、初めてじゃないですか。そう、だからすごいなんか不安もあって、ライブはねもうすごく楽しくて、レッスンしてても、まあライブすっごい楽しいな、絶対楽しいだろうなっていうのがあるんだけど、でもみんな来てくれるかなっていう不安もあるから、ぜひ予定空いてましたら遊びに来てもらえたら嬉しいです。五反田 G2 さんで行いますので、ぜひ、ちょっと朝ね、お昼になっちゃうんだけど、会いに来ていただけたら嬉しいです。あれだよ、 AJ スペシャルメドレーもあるし、この日しか見れない、しかもリラとかすみちゃんとレイニャンだからこその公演みたいな、3人の素が見れるというかもうね、すっごいあの楽しみ。きっとフリーダムにいろんなもう笑顔満載の3人が見れると思いますので、ゲストとかないの？ゲストとかはないね。もし初代ポットが来たらお強すぎますけども、それだったらもう告知出してますねちょっとね、それはないけど、初めての3人のポット公演だから3人で行います。ぜひみんな見に来てほしいの、お願い来てね、絶対来て、絶対とも言い切れないんですけど、このご時世だから。でも来れたらぜひ来てください。暇してるなとかさ、家でこの時間家にいるからちょっと早く出て見に行こうかなとか、ぜひよろしくお願いします。そしてその後は対バンライブに出演し、その次の日の2月6日はユッキーの生誕祭です。しかもなんと今日発表があったんですけど、ゆずちゃんがそのユッキーの生誕です。